木戸南造院前駅は、福岡県粕屋郡篠栗町大字篠栗にある、九州旅客鉄道篠栗線の駅である。駅番号は JC08。篠栗線、桂川篠栗間の開通と同時に、木戸駅として開業した。1995年、沿線の南くらいに全長41メートル、高さ11メートルの釈迦涅槃像が設置されてから、同時への参拝者が急増したため、2003年に駅名を木戸南造院前に改称した。相対式ホーム2面2線を有する地上駅で、北側に駅舎が置かれる。霊場の最寄り駅であるため障害者用のトイレがあるが、エレベーターがなく、ホームへは階段を上る必要がある。2000年の改装で、駅舎全体を杉や銅板で覆われ、社寺風の外観となっている。構内には、ポイント電気融雪機が設置されている。ポイント電気融雪機は JR 九州の複数の駅に設置されているが、福岡県内ではこの駅と日豊本線の新田原駅だけである。南クラインによる簡易委託駅である。また、駅舎内に自動券売機が設置されている。SUGOCAの利用が可能であるが、カード販売は行わず、チャージのみ取り扱いを行う。2019年度の1日平均乗車人員は303人である。当駅は篠栗トンネルの高校付近にある。駅前に多々良川が流れ、鉄筋の音板が取り付けられた橋が架けられている。その橋を渡ったところには、篠栗線と並行する国道201号がある。駅から国道にかけての一帯には、土産品店などが立ち並んでいる。駅周辺には、日本一大きな釈迦涅槃像のある南蔵院をはじめとする篠栗新四国88カ所霊場の札所となる寺院が散在する。駅の南側を八木山バイパスが通る。駅を出て少し歩いたところに西鉄バス、木戸バス停、鶴屋、旅館前に篠栗町のコミュニティバスであるオアシス篠栗巡回バス、木戸鶴屋前バス停がある。西鉄バス利用者が少ないため、天神方面のバスが1日1本しかなく、土、日祝についてはそのバスさえもない。二瀬川方面に行くバスはない。木戸オアシス篠栗巡回バス1日2本運行。町内であれば、西鉄バスよりも便利。木戸鶴屋前、木戸駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。